穏やかな日曜日となった今日、恒例の青梅マラソンが行われ、参加したおよそ2万人が爽やかな汗を流しました。この青梅の市民マラソンは、春めいて陽気が良くなってくるこの時期に毎年行われており、今年で49回目を迎えます。コースは青梅市内の10キロと30キロの2つに分かれて行われ、今年は合わせて1万9000人が参加しました。今日の青梅地方はやや風が強いものの、快晴に恵まれた絶好のスポーツ日和となり、参加者たちはそれぞれの体力に合わせ、思い思いのコースに挑戦しました。今年の大会には、中国の北京や姉妹都市のドイツ、ボッパル都市の大学生6人も参加。沿道の大勢の市民から盛んな声援が送られていました。大会には高校生から参加できますが、今年の参加者の最高齢は静岡県の91歳の男性でした。来週の日曜日には東京マラソンも行われ、いよいよ本格的なマラソンシーズンが到来します。